矢の煮コごり煮コゴリは、ゼラチン質の多い魚や肉などの煮汁が冷えて、ゼリー状に固まったもの。この煮汁が、ゲル化する性質を利用して、煮込んだ材料ごと冷やし固めた、料理のことも指す。地域によっては、小ごり、こごり、こんごりなどとも呼ばれる。皿に盛った魚の切り身の醤油に煮にできた、醤油色の煮コゴリ、冷蔵庫内の温度摂取摂取8度で保存してできたもの。 ゼラチンは、魚や、家畜の皮などを水で煮詰めてから冷やし、さらに乾燥して作られるが、それ自体は特に味を持たない、料理素材、もしくは、工業原料である。一方、煮こごりは、魚や肉を煮て調理した際に出た残り汁が冷えて、固まった料理の副産物で、成分にゼラチンが含まれているのは同じであるが、調理の段階で使用された、調味料の味や、 素材の風味が凝縮されているため、濃厚な旨味がある点が異なり、それが独立した料理としても扱われる場合もある。また、料理用のゼラチンを出汁に煮溶かし、これを冷やして、煮こごり風に作ることも行われている。煮た魚など、素材の種類にもよるが、放置する場所が寒いなど、条件が合えば冷蔵庫に入れなくても煮こごりは自然に作られる。特に陶器や寒冷地では、 魚の煮汁が煮こごりとなるのは日常的である。煮こごりのゼラチンは加熱によって誘拐するため、そのまま鍋に入れて煮溶かし、熱いうちに調味料として利用したり、あるいは熱い食材に乗せて溶かしたりする。日本では熱いご飯の上に乗せたりする丼物などが見られる。2009年2月22日に神戸市須磨区で行われた。 スマハツ B 級グルメ発掘グランプリでは、チアナゴのニコ堀を乗せたスマドンが優勝した。和食では主に魚を用いて作られ、代表的な箸休めや酒魚などの一つとなっている。フグやヒラメなどの見え皮を適当な大きさに切り、醤油や酒、生姜などで作った煮汁で煮詰め、煮汁ごと型に流して冷やす。冷却に伴って、 自然にゼリー状の塊になったものを適当な大きさに切り器に持って供する。なお A は日本においてあまり積極的に食べられない海産物であるが北海道には A の煮コゴリという料理が存在し独特の風味を持った郷土料理として親しまれている。他に牛肉、豚肉、鶏肉などの畜肉で作られるものもある。アスピックフランス料理では アスピックと呼ばれる。現在は意図的にゼラチンをスープで煮てハム、野菜などを入れ冷やし固めることが多い。フロマージュドテートという具が多いスタイルもある。中華料理では露刀などと呼ばれる。酵素料理の魚肉という豚肉の煮こごり料理、山島料理の魚ロ肉というロバ肉の煮こごり、福建料理の 土たけのことというサメ肌干しし類の煮こごりなどは名物の郷土料理となっている。エストニアでは豚もも肉、豚足、玉ねぎ、人参、ローリエを鍋へ入れ長時間煮込み、ザルに揚げスープと肉を分け、もも肉を細かく刻みスープへ入れ塩をふりかけ煮込み、器へ移動し一晩寝かせ完成となる。スルトゥという料理がある。ありがとうございます。